ハインリヒフリードリヒリンク、ヨハン・ハインリヒフリードリヒリンクは、ドイツの博物学者、植物学者である。ニーダーザクセン州南部のヒルデスハイムの名士の家に生まれた。父親の博物学コレクションを通じて、自然科学に興味を持ち、ゲッティンゲン大学でブルーメンバッハラの下で医学と自然科学を学び、1789年に卒業した。 ゲッティンゲンの志向師を務めた後、1792年にロストック大学に新設された科学、動物学、植物学の教授に任じられた。フロギストン説を否定したアントワーヌ・ラボアジエの初期の支持者で、科学に定量的な手法を導入したエレミアス・リヒターの支持者でもあり、授業で科学量論を紹介した。1806年に科学実験室を作り、 多くの分野の論文を寄稿し、二度大学の学長に選ばれた。1797年から1798年に、博物学者のホフマンゼックとポルトガルの調査を行い、植物学の分野を主な研究分野とした。1800年にドイツ自然科学アカデミーレオポルディーナの会員に選ばれ、1808年に工学関係の論文で、 サンクトペテルブルクアカデミーから賞を受賞した。学問的な評価が高まり、1811年に、ブレスラウ大学の科学と植物学の教授に任じられ、ブレスラウ大学の学長にも選ばれた。カール・ルート・ビヒビルデノーの没後の1815年に、ベルリン大学の博物学の教授になり、標本館の学芸員、植物園の園長に任じられ、没するまでその職を続けた。 ベルリン大学では学芸員の夫とともに気少植物などのコレクションを増やし、その数は1万4000まで達し、多くの菌類や多肉植物の記載を行った。リンクは植物の学名で命名者を示す場合に、ヨハン・ファインリッヒ・フリードリヒリンクを示すのに使われる。ありがとうございます。